コストコでチーズバーガーがでかいと分かっていながら頼んでしまいました。果たして食えるのでしょうか。頑張ります。半分近くまでやってきましたかね。まだ半分ではないんですけど、まあ半分ぐらい、あと半分頑張れ。本当ですね、まあ美味しいか美味しくないか、何と比べるかですが、確かちょっと前にモスの黒毛和牛バーガーをあれしたんですけども、これ多分黒毛和牛バーガーよりちょっと高いんですよね。700いくらで値段上がってるから。満足度は圧倒的に黒毛和牛バーガーが高いです。まあそういうものを求めるものではありませんが、良くも悪くも、まあアメリカに行ったこともないけど、アメリカのバーガーなんだろうと思います。バンズパサパサ、肉パサパサ、トマトはとキャベツはまあいいにしてもそんな感じ。完食いたしました。すんげーボリューム。まあ全体的にパッサパサなのはご愛嬌って感じでしょうね。品質を求めない、量を求める大学生とかいいかもしれないですね。もうおじいちゃんには無理。以上。